丸の内ピカデリーは東京都千代田区有楽町センタービル内にある小畜マルチプレックスシアターズが所有する映画館。ルミネガー9階にピカデリー1とピカデリーに新館5階にドルビーシネマの計算スクリーンを有し小畜系列のチェーンマスターとして親しまれている。本校ではピカデリーの前身となった劇場、邦楽座時代からの歴史についても述べる。 時事新報1928年8月3日付に掲載された法楽座と東京館の広告1924年7月東京都麹島地区に法楽座として開場する。当初は歌舞伎や宝塚歌劇などを上演する芝居小屋だったが1927年4月からパラマウント映画の直営館となり映画興業を開始する。1928年には 1> 第1回アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した翼が邦楽座で封切られている。徳川無瀬率いる悩まし会のメンバーだった牧野周一が活弁を行ったこともあった。1930年、当館と同じ小島地区内に寄存していた帝国劇場が小地区の洋画ロード商喚に転校、邦楽座と競合することになる。その後、 パラマウント映画が松竹と洋画工業を統合したため松竹の経営に移り、後松竹キネマの風切り館に転換して1934年6月に丸の内松竹に改名。帝国劇場がライバル会社、東宝の参加となった1940年1月、館名を法楽座に戻したものの、戦後占領軍に接収されて、ピカデリー劇場と名付けられる。 接収会場後も丸の内ピカデリー劇場として、小築洋画系の機関劇場となっていた。1947年3月15日、麹町区は、神楽と合併統合し、千代田区となる。邦楽座時代からの初代建物は1957年に建て替えられ、丸の内ピカデリー、丸の内小築の二貫体制となった。この年には東方が、自社ビル内に、 千代田劇場と三ゆ座を新設するなどしており、千代田区内の映画館は24スクリーンに増えていた。1961年12月23日風切りのウエストサイド物語は、1963年5月17日まで509日間に及ぶロングラン上映記録を打ち立てているほか、1982年12月4日には、スティーブン・スピルバーグ監督の E.T. が同館をメインに封切られ、当時の工業成績を塗り替える、大ヒットを記録している。1984年、二代目の建物も、有楽町センタービルの新館建設に伴い、取り壊されることになったため、同年10月6日より、すでに隣接地に完成していた、マリオン本館の9階に移転。その後、約四半世紀の歴史を経て、現在に至る。 2011年3月1日、小竹は映画工業部門をシネマコンプレックス、ムービックスを運営する子会社の小竹、マルチプレックスシアターズに継承したため、現在は SMT の経営、運営となっている。その後もムービックス系のシネコンと同様のサービスは行っていなかったが、2014年春に SMT が運営する。 映画完全館のサービス統一に伴いサービスの移行が始まり、同年5月21日に統一を完了している。2018年3月29日に開館した東方シネマズ日比谷では、競合関係にありながらも、当館での上映作品が並行して上映されているが、2019年10月4日にドルビーシネマ専用劇場としてリニューアルされる丸の内ピカデリーでは、 ドルビーシネマ対応作品であっても、東方系として公開される映画は一部、上映されないことがある。有楽町ルミネ、川ビルの9階。定員802人。常に、洋画の大作が上映されているが、松竹系の放画が上映される時もある。松竹東級系のチェーンマスターであり、特に松竹系では、最大規模を誇る。 また2018年2月5日より単一のスクリーンとしては国内最多の座席数を持つ映画館となっている。有楽町ルミネ、ガワビルの9階、定員586人、小畜東急系のチェーンマスター、主に小畜系の邦画を中心に上映している。マリオン新館の5階、定員255人、洋画と邦画が交互に上映されている。 小畜東急系のチェーンのチェーンマスター。1987年に放火専用館丸の内小畜として開館。工業方針の変更により、1999年6月に丸の内プラゼールとなった後、2008年12月に丸の内ピカデリーさんに改称された。2018年12月2日をもって休館し、2019年10月4日に、 ドルビーシネマ専用劇場として、再開館。それまで540席あった座席が約半分になった、ほか、場内に段差がつき、スクリーンも縦横それぞれ1メートル強をサイズアップ、された。映画年間昭和17年版、日本映画協会、1942年発行 P、10、十四から十六 ABCDE、戦前期日本の映画館写真東京。 銀座日比谷有楽町編。NFC デジタル展示室。東京国立近代美術館。フィルムセンター。2014年3月21日閲覧、昭和7年の東京市の映画館。中原幸夫の部屋。2014年3月21日閲覧、いずれも2005年に閉鎖、解体。現在は、シアタークリエが立地。 昭和32年の東京都の映画館、中原幸男の部屋、2014年3月21日閲覧。吉川昭都市、スピルバーグと ET、その時代、インクサーティケイト第100号、タワーレコード、2012年11月2日、2014年3月21日、閲覧。ありがとうございます。